皆さんこんにちは、美容室アムの鎌田です。今日はいつか恩返ししたいと思う人とその理由について話をさせていただきます。自衛隊の時の先輩で小林さんという方です。私が一番辛い時にいろいろと面倒を見てもらい、よく泊まりに行き、食事をご馳走になり、お見合いの相手も探してもらい、お付き合いしましたが、その後その人と別れましたが、とにかく面倒見の良い先輩で、結婚式でのお仲人さんをお願いしたり、また子供の5歳のお祝いに兜飾りをいただいたりして、長くお付き合いをさせていただきましたが、10年ぐらい前に癌でお亡くなりになってしまったので、当人のご冥福とご家族の日々の健康で元気にお過ごしいただけるよう日々お祈りしています。以上がいつか恩返ししたいと思う人とその理由です。ありがとうございました。